日本鳥取県境港市松ヶ江町松ヶ江町を通る水木しげる労働松ヶ江町は鳥取県境港市の町名。郵便番号は684-0005。松ヶ江町は1870年9月から1887年8月に至るまでの境町の町名で、元は境村の一部だった。地内には江戸期より続く光、有事があった。 1887年8月、堺町の小町は一旦廃止され、単に堺町とのみ故障したが、1926年5月、再び堺町の大技、松賀江町として設定された。表記の方法は、大技の文字は表記せず、堺町松賀江町となった。1935年の桜町大火で、町域東部がラワザワイした。 1945年の玉坂江丸爆発事故では全町域が消失した。第二次大戦後商店街に変化した。1965年には歩道アーケードが仮設された。1954年に堺町が周辺の渡私村、外江町、城東村、吉村、中浜村と合併して堺港町となり、堺港町の大技、松ヶ江町となった。 1956年、市政施行に伴い、境港市の町名、松貝町となった。明治初年の個数、人口は1丁目227.840、2丁目81.289、3丁目53.207、4丁目42.163。世帯数、人口は1955年 98.、98.411。 1980年94.314ありがとうございます。